チュエーションを出した。目が離せませんね。次回第5戦は3月アメリカマイアミで開催されます。お伝えください。さあでは続いて、この1週間注目を集めたニュースをランキングで紹介します。人気月に600万人以上の人が利用するという人気観光サイト食べログ。飲食店を利用した人たちが料理の写真を掲載したり感想を書いたりしながらお店を5点満点で評価します。読者がお店探しの参考にできるというものなんですが、これまでになんと1200件以上もの投稿をしている方の取材になるんです。僕は気になる時期があるんですよ。やだやだ、無理なんですよ。はい、1位ですね。写真撮ってるし、木曜日に自民党本部で行われました去年の予算を本議論する会議で、例年は沖縄県知事が出席していたんですが、自民党はですね、小長知事から要望がなかったとして、その辺のタイミングを考えながら、あの多分政府がいずれ小長さんも勝手に自民党の県会議員ですから、そこから言えばですね、いずれ協議の場ができることを順調に進めるというモメンタルが生まれるんで、私はもう自分の意見と違う人とは合わないって子供かって思いましたけど、そういう感じですね。まあ、タイミングですね。